ヘアピン合戦から奥を使っていく西本。画面奥が桃田賢斗です。高く上げたラリーを続ける。まずは相手の出方を見るかのような静かな選手、はい、まあ、その守備的な桃田のサイドに振っていく。やはりラリーが続きます。クロスヘアピン、後ろから角度をつけていった。走らせる桃田、逆を受けるというスポーツでもあります。後ろの球をいかに見極めていくか。ヘアピンから桃田のヘアピンです。サイドに振っていく。奥はどうかということになります。角度をつけていった。ユーは決勝戦で過去に2度戦っています。いずれも桃田選手が勝ってこの総合を制しているという、まあ、ですから西本選手にとってはこの壁を張り技術が高いですね。園田さん、そうですね、やっぱり桃田といったら本当にヘアピンすごい上手。このレシーブです。サイドにジャンピングスマッシュ、緩い球、ヘアピンからジャンピングスマッシュ、足を使わせます。ストレート、本選手がなかなかいい状況で打っててない、はい、感じですね。下から山なりのボールを返すロビング、そして上から相手のコートへで返していくクリア、これがラインギリギリです。総合バドミントン選手権2022男子シングルスの決勝第1ゲーム、最初の11点を取ったのは桃田賢斗でした。そのインターバル明けの大事なプレーです。バックで返していく、奥を使う桃田、ジャンプで完璧な試合運びで、まあ、試合後には久々の感覚が戻ってきたというふうに話をしています。準決勝田中雄志選手同門対決をファイナルゲームの末制してこの決勝に駒を進めています。反撃をしていけばいいでしょうか。そうですね、ちょっと点差開いたので、はい、もうここはもう開き直って自分の、西本選手の攻撃のスタイルに持っていった。少しその風を読み切れていないかというこの大事。今のも桃田選手スマッシュ行ったんですけど、はい、ちょっと前だったらあそこもクリアに行って、あのラリーになっちゃうところなんですけど、はい、まあ、攻めてるっていうのはすごいいいことなので。ヘアピンからからちょっと嫌ですよね、桃田選手からしたらこの2点は、まあ、点差はあるんですけど、はい、のタッチというのはちょっと嫌です。さあエース桃田、その強いラリーを続けています。緩い球、ジャンピングスマッシュ、ただ足を使わせているのは桃田の方です。ゲームが再開しました。流れを断ち切ることができるか西本。今のヘアピンもちょっと西本選手がプッシュに来るんじゃないかなというふうな感じで、ちょっと桃田選手も自信持って打てなかった部分ありますね。上げさせました桃田、ボディー、ね、少し足を滑らせました桃田です。上から打っていった西本、このショットのキレもあったので、はい、
まあ、多分西本選手も前回その11月に戦った時と多分桃田選手も変わってると思うので、まあ、そこでいつも決まってた球だったりこのラリーの長さっていうのも西本ロングサーブ使いました。試合を重ねるごとにその鋭さが増しています。手前を使う、正解だったというふうに振り返っています。そこから西本はオリンピック出場を逃出れなかったので、はい、次のオリンピック出るためにはここはやっぱり乗り越えないといけない壁なので、そうですね、まあ、多分このゲーム2ゲーム目は本当に何が何でも取らないとっていうのはありますよね。園田さんも西本選手とはチームメイトの時期もあったと思いますけれども、はい、そうですね、ヘアピンの勝負からこの勝負をまだ続きます。飛びついていった、またヘアピン、粘ります。西本の執念。男子シングルスの決勝戦、桃田賢斗対西本健太、第2ゲームインターバル前のスイングスマッシュ、はい、まあ、決めにかかった時の桃田の鋭さが一段上がりましたが、その他今日もこの終盤になってきてギア上げてきている印象ですか。そうですね、やっぱここでギアを上げれるぐらい今調子がいいんだなっていう風に見てますけどね、はい、なるほど。対する西本もこの第2ゲームは執念の粘りを見せています。他に西本がついていけるのか、押し込んでいく、多く表現をします。桃田とできるのであればフォア側に球をフォアの奥に球を集めていて、はい、やっぱり左利きのフォアだとバックハンド側その奥へと打っていくショットでした。桃田ストップ入れたその瞬間からジャンピングスマッシュが決まるようになりました。桃田が相手を仕留める時のそのサインでもあります。ここはラリーを続ける。この決勝で勝って優勝して、まあ、来年気持ちよく海外ツアー回りたいですよね、はい、返した。カット気味のショットですがヘアピンボディへ、ない時もある、そう話をする桃田。ただこの全日本を足がかりに強い桃田が帰ってくるか。ネットに当たってからヘアピン、伝家の宝刀来るか、ネットに当たった、拾った西本、ヘアピン上げさせた西本のショット、ストレートます。まさに切磋琢磨してきたこの同い年28歳対決。やはりヘアピンの攻防になる。押し込んだ、